ということで、赤玉印のウォーターダイヤ今年も出荷いたします。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はウォーターダイヤ、私といえばウォーターダイヤということでですね、ある場所一箇所ちょっと間借りしてですね、育てていたウォーターダイヤ第1弾が収穫時期を迎えました。おそらく、まあ、2、3週間後ぐらいに、ベースとかで販売できたらいいかなと思っています。どうですか？結構ね、茎もしっかりと固く元気よく育っております。ということで、赤玉印のウォーターダイヤ今年も出荷いたします。オープン時期とこのウォーターダイヤの時期が重なってしまったので、ちょっと育てるスタートがちょっと遅れちゃったので、今の出荷となりますけれども、まだまだ日本も暑い、秋も結構暑いということで、最近はねウォーターダイヤ長く長く楽しめる時期がございます。これからもね十分とお外でね、増やすことできます。ウォーターダイヤは太陽がすごく好きな植物ですね。この時期は一気に増えますのでね、このように水面を花火のように綺麗に葉っぱがね展開してまいります。メダカさんのね酷暑対策にも非常におすすめの水生植物ですけれども、ルドウィジアセドリオイです。ルドウィジアセドリですなんて英語では言いますけれども、ウォーターダイヤっていうのは通称ですね。分かりやすいですからね、ウォーターダイヤってね、もうダイヤのようなこのひし形の葉っぱが展開していきます。でですね、こちらのウォーターダイヤは先ほども言ったように太陽がとっても好き、あとは肥料分もとっても好きなので、浮かべるだけではなくてね、しっかり土に植え込みをして、できたらですね、水生植物用の、肥料だったりとか、あと水草用の肥料、与えてあげるとよりこうね、たくさん元気な株を増やすことができます。おこのように古い葉っぱは取れて浮かんでまいりますので、そういうのはねこう取ってあげると、まあ、水質が、安定しやすくいいですね。もう枯れた葉っぱっていうのは水質を悪化させますのでね。でウォーターダイヤは暖かい国の植物なので、基本、日本の外での越冬はできません。なので室内で、まあ、越冬チャレンジしてもいいんですけど、もう私もね毎年やりますけれども、ヒーターを入れて、光量はねやっぱ強い光が好きなんで、植物育成リライドを、照射してですね越冬チャレンジなんかしますが、まあその労力を費やすよりかは、まあ、これ自体そんなに高いものではないですし、シーズンになればね簡単に増やすことできるので、まあ、またそのシーズンになったら新しい株をいずれかで購入するっていうのもいいと思います。まあ、水槽でね管理するのもすごくね、楽しいのでね、まあ、チャレンジするのもいいんじゃないでしょうか。きちんとね水草用のライトとかお持ちの方はお部屋の水槽で、結構光量の強いライトなんかだとね赤くなったりもしますしね、面白いと思います。ちなみに先日お伺いしたアクアレビューさんでは水槽の中でね管理してるんですけど、やっぱりねいいライト使ってるおかげなのか、すっごい茎もしっかり太くて結構真っ赤で大きなねウォーターダイヤを育ててらっしゃいます。とっても綺麗なので、私動画にね収めてますので、アクアレビューさんの動画もぜひご覧になってみてください。2. 香水温 3. 肥料。はい、すごく明るくなってきましたね。ちなみにウォーターダイヤは朝、そうですね、この日が当たると開きます。夕方あたりになるとこう閉じた、形になりますので、おそらくお届けした株っていうのはシュッとこうつぼんでいる状態になると思います。それをねしっかりとねこう植え込んであげると、朝になるとこのように花火のように打ち上がります。でこんだけ葉っぱが広く展開するので日陰がたくさんできて、メダカさんね今直射日光で結構水温が上がっちゃって心配って方多いと思うんですけど、メダカさんの隠れ家になりますので、ぜひ今の時期ね、外でビオトープされてる方おすすめとなっております。
で、ちなみにこれは私が、今年作った、これがトロブネですね、ビオトープなんですけれども、あまり日当たりが良くないので株は小さめですが、それでもね綺麗ですね。でこういったねポットの中に私はブスッと刺して植え込んで、ここに肥料を与えてます。でメダカちゃんがこうやって暑い時には勝手に日陰にね、このモーターダイヤの下とかに集まって隠れてます。はい、今ご紹介しました赤玉印のウォーターダイヤですが、私のオンラインショップ、PayID Q ベースですねのアプリで、お求めいただくことができます。2株1000円プラス配送料という形で、このね暑い中でも安心の U パックでお届けという風な形になります。昨年も今ぐらいの時期に赤玉印のウォーターダイヤ、出荷したんですけれども、あっという間に完売してしまいまして、欲しかったけど買えなかった、間に合わなかったって方本当にごめんなさい。今回もね、このような形で素敵な株が出来上がりましたので、販売をいたします。ぜひ販売時期なんですけれども、PayID の赤玉ちゃんのお店をフォローチェックしておいていただけますと、新商品がアップされた時に通知が届きます。なのでウォーターダイヤも第1弾第2弾とね、いい株ができたら、発送したいと思いますので、そちらの方をぜひフォローお願いいたします。では今ちょうどね、皆さんのご飯タイムの時間なので、外のビオトープや店内のお魚さんたちにご飯をあげて終わりにしたいと思います。あ、ウォーターダイヤの育て方や植え方などは以前動画にアップしておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ちなみに越冬チャレンジ室内でしたい方は、こういったね植物育成 LED ライト、ぜひバシバシ当ててチャレンジしてみてください。私も毎年ね、こういったね、つくよみを使って越冬チャレンジ楽しんでます。室内でメダカさんを育てながら、ついでにウォーターダイヤの越冬チャレンジっていうのも面白いと思いますよ。こっちは稚魚さんがいっぱいいるので、ちょっと潰しながら、すり潰しながらあげてます。熱帯スイレンが毎日バシバシ咲きますね。次のつぼみもまだ来てます。熱帯スイレンはまだまだ楽しめます。龍の瞳3匹ではデンモール、最近のイチオシブラックジュエリー、デニムみたいな柄が可愛い、ブロコロ、かっこいいね。これは女性に大人気、みかんちゃん。
で新入りの桜子まちちゃん、はい、ということでお店でお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してウォーターダイヤを育ててみよう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。